はい。それでは次は点値と行列式、正、え、則、ー、性ということで、えー、まず A をですね、正方行列といつにしておきます。で、えー、まあ、ある基本行列によって、えー、このように回数標準形で書けるということをですね、あの、やったわけですけれども、あの、やりましたよね。これ、いわゆる回数標準形というやつですけれども、あの、N×N ですから、まあ、FNN とかですね。要するに対角成分に1が R 個並んで、まあ、あとは全部0と、こういうやつですね。 で、この行列に変形できたらですね、え、A はこういうふうに書けますよ。ということで、えっと、A の行列式は先ほどの情報性を使うとですね、はい、こういうふうに書けますよと。まあ、こういうふう式変ができるわけですね。はい。これ皆さんにあの、いろいろ P の、あの、IJC とかいう Q を使って計算してもらいましたけれども、あこの変形を使うとですね、この A の行列式、まあ、さっきもちょっとやりましたけれども、こういう基本行列の積、 行列の行列式の積と FNNR の行列式の積ということですね。まあこういう形に書けますと。まず先ほどの例題をまあ参照してくれと。ですね。で、これを使うと何がわかるかというとですね、はい、これわかるんですねで。先ほどちょっと4位ででやると言いましたけども、まあここで実はもう、えっと、同値性についてはまあ一旦証明できます。A が正則であるための必要十分条件は A の行列式が0でないことであるということですね。 はい。えー、っと、先ほどはまあ A が正則であれば逆行列があって、えー、行列式の積、情報性からですね、A の行列式は0ではないと言ったわけですけども、これは必要十分だというわですね。で、実際こう書けたときですね、FNNR の行列式っていうのは、まあ、R が N、つまりフルランクのときは1なんですね。えー、単位行列となります。ですけども、それ以外のときはまあ対角成分に0が出てくるので0ということになるので、えー、結果的にこれ全体が0になるわけですね。ですから、 えー、A が正則でなければ、つまり R が N より落ちていれば、A の行列式はゼロになるということは言えますので、まあ、結局、二律背反と言いますか、正則か正則でないかどっちかしかないので、えー、結局、で、行列式の値はゼロでないかゼロであるかしかないわけです。それはこう、お互いにこう、っているわけですから、まあ、同値ということになるわけですね。まあ、まあ、待遇でもいいですけども、ということになりますので、えー、これで、あの、まあ、正性の判定として行列式が使えるということが正式に分かったですね。 で、えっと、まあ、前回もちょっと言ったんですけど、この、この経緯値後で4市展開を用いても再度消滅されるということで、まあ、あの、まあ、その時にももう一度説明しますけれども、まあ、その時、ま、もうちょっと強いことですね。エインバスの行列式を用いた公式っていうのが、ま、出てくるんですけれども、まあ、それも含めて、えー、まあ、それは次回ということですね。 はい。で、まあ、基本行列についてですね、もう一つ重要なことですけども、基本行列全部 PNIJC とかですね。PNIJC の転置行列を取るとですね、これはあの PNJIC なんですね。で、QNIC は対角行列ですからそのまま一緒やし、RN のやつも転地とっても一緒なので、えー、全部ですね、行列式は転置とっても変わらないという性質があるんですね。 ということは、まあ、ここは、ま、一応、あの、まあ、ゼロの場合はほっといていいので、えー、これは単位行列の場合考えてもですね、え、これ A の点値を取るとですね、これ全部これがこう逆順になって、逆順になって全部点値になるわけですけれども、まあ、点値の Y1 インバースって、で、で最初、最後点値 X1 インバースとなるわけですけれども、その時に点値 A の行列式は、これの席なんですけれども、これそれぞれがあの、まあ、行列式にしてしまえば数ですから順序関係ないんで、 あのー、全部、かけたもんで、一んですね。はい。ということはどういうことかというと、はい、ここですね。天気とっても変わらへんと。はい。ということですね。えー、最初の方で、えー、A の二次行列や三次行列式のところで、まあ、列のもそうなんだけど、行についても同じ性質があるねと言っていたんですけれども、まあ、ここでですね、えー、正式に A は、まあ、行でも列でもどっちでも一緒やと。 ね、点値取ったら列の性質は行の性質に移動しますから、あの、お互いに移り合いますので、えー、例えば列が等しいっていうことは、まあ、点値取ったら行が等しいっていうことなんで、その時は行列式はゼロっていう性質、対価性出てきますね。というふうな感じで、まあ、線形性、対価性、交代性についてはですね、このように行に関しても持つと。そうすると、この性質を持つっていうことは言えると、この基本変形をですね、こう左からやってもですね、同じようなことになっているとかですね。 左から行基本変形した場合に P の場合は変わらないと。Q の場合は C 倍される。と、R の場合は F がいいから。ということが言えるので、ということで、行列式の計算はですね、列基本変形だけじゃなく行基本変形も織り混ぜて、まあ、計算しやすいように好き放題できるということで、非常に計算の方法はいろいろあるわけですね。まあ、連立一方程式の場合は列基本変形は絶対やってはいけないんですけれども、行列式の場合は行基本変形ができると、まあ、いうことになるわけです。 はい、それでは例題ですね。点、え、地、ー、と行列式、えー、生息性ということで、この基本行列の積で表し行列式の値を求めようと。はい、これはちょっと、まあ、めんどくさいですけど、まあ、やってみましょうね。 はい。それでは解説をしていきましょう。えっ、ー、と、A ですね。まず基本変形。これ列基本変形やりました。あ最初ですね。これ、わ、えー、かりづらいですけど、あのーえー、2で割ったんですね。2, 2列目を246を2かけるにしたんですね。ということで、えっ、ー、と、まずこ、こ、この部分ですね。これの部分をかけると246になります。で、さらにこの933-1ですから、3行目に、えー、あ、そうですね。3行目はマイナス1倍してるわけですね。はい。ということで、これはあの、スカラ倍を調整しているわけですね。 はい。で、これの次にですね、今度はですね、えー、っと、これの前に、こ,こ、この部分ですね、この部分を、こういうふうに書きました、はい。これ入れ替えですね。1列目と2列目入れ替えて、この位置を11に持ってきて、まあ、吐き出ししやすいようにしました。で、えー、っと、これ1行目を吐き出ししますので、えー、2列目のところに1列目の2、1列目の2倍をすると、これに戻りますね。これあの、 えっと、基本変形の逆ですから、逆、これを実際ここからここにするときの逆変形を書いていかないといけないので、これを計算してこれに戻ればいいわけですね。で、1列目の2倍を、あの、2列目に1列目の2倍を加える。3列目に1列目の3倍を加えると、これに戻るということですね。えー、一応戻っても確かめてみましょう。246足すと279。三、えー、369を足すと367合ってますね。で、残りはこのまま一緒と。ということで、あ、これも三角行列できたんですね、今さんが。 三角行列できました。ということで、まあ、あ、そうですね。まあ、行列式、求まる、あ、んですけど、まあ、もう全部書けと。ね。めんどくさいですけど、まあ、や、やりましょう。ということで、やると、まあ、これにかけるわけですね。はい。ということで、全部かけると、P3 全部落としちゃっていいので、これ全部落としちゃっていいので、あとは、R3 は全部符号を変えて、Q3 のところは、この3とマイナス2と2とマイナス1かけたいいので、はい。結果は、こういう風うになりますと。 ということで、行列式の計算が一応できましたということですね。はい。ではもう一つ例題ですね。えー、これの行列式を、列、行基本変形のみを用いて三角行列の行列式に帰着し、計算しようと。まあ、先ほどは列変形でやったんですけども、せっかく行と列両方使えるんですから、行変形のみ、列基本変形のみ、あるいは折り混ぜて、いろいろ計算すると結果が一致するはずだよねっていうことなんで、 これはまあ結果はもうわかっているので、まあ皆さんちょっと、ね、あの、行基本変形の上で実際に自分でやってみてください。<music> はい。それではやっていきましょう。えっ、ー、と、行基本変形を使うとですね、まず A の行列式は11成分を使って1列目を吐、まあ、き出してないんですけども、ちょっと1を作りました。 3倍して引き、4倍して引きました。そうすると、こういう形に、こういう形になりましたね。で、えっと、これはですね、入れ替えをしていますね。えっと、3行目、そのままなので、1行目と2行目入れ替えて、符号が変わります。はい。入れ替えの時の符号は忘れないようにしてくださいね。で、吐き出します。で、吐き出した結果ですね、このように0になりまして、で、そうすると、まあ、もう三角行列になっちゃったので、マイナス12と。 はい。列変形の場合も同じような感じで計算できます。ということで、この両方がちゃんと一致することを確かめてやればいいですね。まあ、期末試験の時にですね、これ、あの、両方やってる暇はないかもしれませんけども、まあ、できるだけね、あの、いろんな方法で計算してみて、えー、計算結果が一致するのを確かめれば安心ですね。ということで、まあ、30行列式の場合ではですね、あの、サラスの式も確かに一番最初にやりましたようにですね。あの、使えるんですけども、まあ、計算量が多い。で、 あの、結局、まあ、それでやって一致しないとなんかこうパニックになっちゃいますので、あそんなことは使わずにですね、まあ、ちょっといろんな方法でやるっていうことで、まあ、もちろん時間に余裕があったら、あの、30分時間が余ったらね、サラスの式でも何でも使ってもらったらいいんですけども、まあ、次回やります。4因指展開でも何でもやってもらったらいいんですけども、まあ、とにかく、あの、まあ、サラスの式は実質4位指展開で一緒なんですけども、まあ、あの、とりあえずいろんな方法で計算して確かめるということですね。